OK、 交渉成立だ。まあ頑張れよ。新しいお客が来たな。あ、いやごめん、急いでるから失礼するよ。さて今日は何の用だ。豆に来てくれるのは嬉しいけどな、あまり新しいネタは入ってないぞ。そういえば樹は君の知り合いだったな。彼が何をしていたのか気になるのか。誰がどんな情報を買ったのか、もしくは売ったのか、それも情報だ。ちなみに君が樹の情報を買った場合、それもまた情報になるからな。買う気がないなら君の情報を売ってくれるのでもいいぞ。好きな食べ物、好きな戦い方、好きな銃、好きなタイプの情報もくれるなら高めに買うよ。近頃いいお客さんもついたしな。プレイヤーの情報も売買の対象になるのですね。情報屋さんはすごいです。売れるものなら何でも扱うよ。例えば有名プレイヤーの装備やステータスはいいネタだな。その分トッププレイヤーたちは自分の情報が流れないよう気をつけているものだが。マスター、情報をいっぱい売ってお金を稼ぎましょう。ま、気にせず売るのもありかもしれないな。リアル以外の情報ならオッケーだ。どういうことですか？俺っちも情報屋としての掟があってね。あくまでも扱うのは GGO の中での情報だけさ。そうか。じゃ、また気が向いたらよろしくな。こんにちは、いつき。こんにちは。今空いてる？もしよかったら少し時間をもらえないかな。ありがとう。君ならそう言ってくれる気がしていたよ。そんなに深刻な話ではないんだけどさ、二人で話したいんだ。私はアンドロイドだからノーカウントですよね。このままご一緒していてもいいですか？なるほど。確かにアンドロイドは一人じゃなくて一体だね。だがこのただのアンドロイド、ただの NPC なんて言えない存在になっている。だから君の単位は。それは嬉しいです。ありがとうございます。うんうん。というわけで僕は君のご主人様と二人で話がしたいんだ。了解しました。マスター、私は出かけてきますね。タイプ X は学習機能も優れているらしいし、マスターの君に似てきたんじゃない？あと、冗談はさておき話したいことなんだけど。え？樹は自分の情報を知りたいんじゃないかって？いきなりそこをついてくるのか。やっぱりあの日会っちゃったのはまずかったかな。僕はいつも肝心なところでタイミング。ああ、そうだよ。
僕は君について知りたい。それで、あの情報、僕にはプレイヤー情報を売買することについての罪悪感はないのさ。君はそう言うだろうね。だからこそ君から直接聞く意味は、例えば今君のリアルについて僕が質問して答えてくれたとしても、それが真実だと証明するものは何もないだろう。この間の彼女たちが僕について想像していた情報に何の根拠もなかったみたいにさ。だからこそ一人でこっそり仮説を立てて楽しむのが僕の喜びなのさ。理解できないって顔をしてるね。そうだな。例えば今君の前に立っているイツキというプレイヤーが実はリアルでは犯罪者だったらどうする？もしもの話さ。もっと夢のある例えをするなら、現実の僕はアイドルかもしれないし大富豪かもしれないよ。そんな風にこの VRMMO という世界は様々な想像をする余地を残しているんだ。そしてその想像や仮説が真実かどうか探っていくことも面白さの一部だと思うんだよ。情報屋に君のことを聞いたのもその楽しみの一環さ。確かにそうだね。今こうやって話してしまったら楽しみが減っちゃうか。返事をごまかすこともできたけど、君には本当のことを答えたいと思ったんだ。なぜかな。自分でも不思議だけど。心配しなくてもいい。別にこれは愛の告白とかじゃないからさ。ああ、時間を取らせてすまない。今日はこれで失礼するよ。いや、一人かい？こんなところで会えるなんて僕はついてるね。いつきが困った顔をしてるのは珍しいって？それはそうさ。あの彼女たちを見てくれよ。ほら。なんですか？ちゃんと説明してください。最近全然私たちとクエストに行ってくれないじゃないですか。説明ならしたはずだよ。僕は今スコードロンに所属しているんだ。一緒にプレイするのが楽しくてね。だからしばらくは君たちよりもスコードロンを優先したい。そう話しただろう。いきなりキャンセルなんてひどすぎます。前から約束してたのに。君たち、僕なんかにそんなに執着して。ここは仮想の世界。誰かをどれほど大切に思っていても相手の真の姿なんて誰にもわからないんだよ。よし、君たちの執着に敬意を表してキャンセルは撤回するよ。その代わり予定をコイントスで決めるのはどうかな。もし君たちが勝ったら君たちに付き合うよ。どんなクエストでも何日。その代わり僕たちが勝ったらしばらくは好きにさせてくれ。頼むよ。
僕を一人にしないでくれ。まあそれなら。でも五木さん動体視力すごいからコインの裏表見えちゃうんじゃないですか。そこは大丈夫、僕自身は選ばない、コインを投げるだけ。せっかくだから君に運命を託したいんだけど、いいかな。ありがとう。じゃあ用意はいい？はい。五木さんのお友達はどっちにします？投げるよ。残念だけど。しかし五木さん、また誘いますから、たまには私たちともクエスト行きましょうね。これで自由の身だねでもなんだか楽しかったな、こんな気も。さて、僕が言うのもなんだけど、さっきのコイントス、君には何の関係もないことで何日も連れ回されるかもしれなかったのに。正直お人よしが過ぎると思ったよ。僕が彼女たちにしたみたいにクエストをドタキャンして逃げるかもとは思わなかったのかい？面と向かってそう言われてしまうと答えに困るな。まあどちらにしても君は人を信用しすぎてるんじゃないかな。そのうち痛い目を見るかもしれないよ。ありがとう。何かお礼がしたいけど何も。あ、そうだ、これを。これはね、この銃は正直スペックは低い、使えたもんじゃ。でも僕にとってとても大事な銃なんだ。もしよければ受け取ってくれないかい？うん、今の僕には不要だからね。それは僕が GGO にダイブして初めて買った銃なんだ。今でもそれを見ると初めてここに来た時の鼓動の高まりを、もしかしたらもう忘れてしまった気持ちを、それを持っていればずっとストレージに入れてたんだけど、さっきも言った通り性能的な価値もないし、売ってもビタ一文にもならない。僕には見つけられなかった価値を。また謎かけみたいだったかな。いいさ、いつかきっとこの意味がわかる時が来る。さて、じゃあまた何か面白いクエストでもあったら呼んでくれ。今日はこの辺で帰らせてもらうよ。さよなら。やっ、いいね。ねえ、いや、うん、どうしたんだい？君のベッドに僕が寝ていることがそんなに驚くようなことかな。僕はそれくらいには君と親密になったつもりだったけど、そんな風に構えられるなんて少しショックかななんてね冗談冗談、そうやってうろたえる君を見たかっただけだよ。
いや何、特に理由はないんだ。疲れたし、横になりながら君と少し会話がしたい、そう思ってさ。そうだね、何を話そうか。ベッドでする会話だから、夢の話でもしてみるかい？僕は夢はよく見るよ。眠りが浅いのかもしれないね。面白い夢、怖い夢、意味の決まって、僕はそこには存在しないのさ。そう、物語を俯瞰で見ているだけなんだよ。君はどうだい？君の場合は常に自分が登場人物として存在するんだね。いいな、そういう夢をぜひ見てみたいよ。臨場感もあるんだろうね、第三者として見る夢より。なんだか君と話していたら、そういう夢を見られそうな気がしてきたよ。今日はここで寝させてもらおうかな。いいだろ、君と僕の仲じゃないか。じゃあ、おい、ありがとう。いや、いいね。ねえ、今日もいいかな。そうやって構えなくてもいいじゃないか。別に君をどうかしようだなんて思っちゃいないよ。いきなりベッドで押し倒したりなんてしたら、それこそ君に嫌われてしまう。この前も僕は何もしなかった。楽しく夢の話をしていただけだったろう。ああそうだ、じゃあ今日も眠る前に、夢はその人の深層心理、今考えていることや悩んでいることが出てくることが多いらしい。寝る直前に読んだ本や見た映画のシーンが再現されるなんてのはよく聞く話だろ。だから今日はちょっと試してみないかい？君と僕で夢に出てきそうな体験を何かやってみるんだよ。だからそう構えなくても大丈夫だって。君が嫌がるようなことをするつもりはないからさ。何かいいアイデアはあるかい？ああ、なるほど、好きな食べ物の話か。夢の中で好きな食べ物を食べたいってことだろう。その単純明快なところが君のいいところだな。でも君は夢の中で何か食べて満たされたことってあるかい？だよね、むしろ満足できなくて不思議に思う。夢の中での食事ってそういうことのような気がするよ。あくまで想像だけどね。僕はほら常に俯瞰だから、自分が食事する夢は見たことがないんだ。こんな話をしていたら小腹が空いてきたね。少し何か食べてから。ありがとう。やっ、いいね。何かな。
実は君に伝えたいことがあるんだ。僕はこれまで夢の中で自分自身になったことがないと言っていたよね。それがこの前見たんだよ。自分が登場人物、そこには君がいたよ。君と僕は友人として共に戦っていた。あまりにもリアリティがあって、僕は夢の中の出来事だなんて全く思わなかったよ。そう、夢の中のラストシーンでね、僕は君を、そしてその時ようやくこれは夢だと気づき、悪かったね夢の出来事に謝っても意味がないのは分かっている。でもなぜかこうして謝罪したいと思ってしまったんだ。夢の中の僕はどうして君を撃って、別のスコードロンに所属して PVP をしていたんじゃないかって。そうだね、君は本当に優しいな。ただの夢の話なのにそうやって真面目に返してくれる。あの夢が現実のものにならないように。あ、いや、何でもないんだ、こっちの話さ。さあ、今日も疲れたし、そろそろ寝るとしようか。今日はいい夢が見られるといいね。ありがとう。